はいえー、今回は1億円の気づきというテーマでお届けしようかと思います。前回ラファエルさんがどのようにしてね、自分の個性っていうものを相続するかっていうお話を私なりに分析しました。ラファエルさん自身がそれを考えているかどうかっていうことは、ここはね、あまり関係ありません。私があ1億円の気づきというテーマでお話しするために、えー、今回ラファエルさんを引き合いに出したのはこういうことなんですよ。吉谷さんもちょっと言われてましたね。ヒーロー賞とかアンパンマン賞とかあの、声優さんですね。ドラえもんの個性っていうのは、声優さんが変わってもそのまま生きつけ 続けるってことドラゴンボールもそうですよねできればあの声があ野沢直子さんがやってほしいけども多分ね「ドラゴンボール」の別の孫悟空のね個性を引き出すような声優さんっていうのはまだ5万というはずなんですよ。 うん、この声優さんがやったらどんな悟空になるかなとか、この声優さんだったらどうかなとかね。え昔、ルパンさ世っていうのは山田康夫さんがやられてましたけども、山田康夫さんが早くしてお亡くなりになったんで、そのモノマネのね、栗田寛一さんがやられてましたよね。栗田寛一さんは最初はね、やっぱりいろいろと戸惑いもあったらしいです。山田さんとどのように、あのー、超えていくかとか、山田さんだったらどのようにやるか、いろんな葛藤があったそうなんですけども、今は、 栗田寛一さんのルパン三世をしっかりと演じていらっしゃって人気シリーズはどん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 出てますよねあの独特のルパンのひょうきんさとかね真面目さとかあそれから渋さこういったものも栗田寛一さんならではの表現がなされていて今ルパン三世を見始めている人っていうのはあの栗田寛一さんじゃないと思うねルパンじゃないって思ってるかもしれないですよねで昔の山田康夫さんを聞いたらあちょっとね面白いんだけどもこれはこれでいいかなみたいなねそんな感覚ではないかなと思うんですよ要するに、うん、中に中 入ってる人が何をするかってことなんですよでちょっと話脱線しましたけども、私が言いたいのはどのように私たちは気づいていけるかってことなんですよこの気づきを積み上げることによって1億円ってものが気づかれていくんですよね、えー、構築されていくってことですその気づきが 気,づいていく気をつければ気づくことその気づいたことが構築の気づきに変わっていくっていうことなんですよね、まあ、そういった頓汁みたいなことなんですけども実はねラファエルさんみたいなこの相続ってものは私たちはいつもね見ていたわけなんですよ。まあ、例えばタイガーマスクっていうのが昔ありました これね、タイガーマスクのお面をかぶってプロレスをするんですけどもあれタイガーマスク2世とか3世とか言って中身が入れ替わって世代交代してもタイガーマスクはタイガーマスクとしてマスクをした瞬間に成り立つわけなんですよ実際私が幼い頃ってタイガーマスクのお面っていうのが売られてたわけですよねでそれをかぶるとみんながタイガーマスクができたみたいな感じですよね日本全国に1万人とかね10万人のタイガーマスクちびっこタイガーマスクが誕生したわけなんですよはい代表的なものはこうですサンタクロースです サンタクロースは赤い衣装にひげもじゃをねつけてで白い大きなね袋を持っているみたいなテンプレートありますけどもあれサンタクロース本人じゃない人が毎年毎年まあなんか数十万人数百万人のレベルで世界中で演じられてますよねでもあの姿を見たらみんながサンタクロースというものを認識してえ子供たちだったらねワクワクしてみんながねわーっと寄っていくわけですよそういうふうにして私たちは うん、あのこうやってねデコレーションですよねどのようなものを身につけるかによって、えー、その元の人をね相続することができるんではないかなと思うんですよで今私はあナイト2000という車を持ってます、えー、トランザムですね、えー、ナイトライダーというドラマのそのマイケル・ナイトにね主人公のマイケル・ナイトっていうヒーロードライバーになりかわって今私普通の人が。 ナイト2000のレプリカに乗ってるわけですけどもあの車がザーッと走ってると見た方っていうのはナイイトライダーを思い出すすわけなんですよ、ね、こういった形で私たちはいろんなものを、ね、相続することができますしいろんなものを相続さすことができると思うんですよで顔出し動画のデメリットとして私が最大に言えるのは私私がが死んだら私のようなことができる人がもう、ね、地上にいないななってことなんでですよねでもお面をかぶったり紛争したりとか声だけ出てるって方はこれできるんですよね。 だからそういう意味で顔出し動画がいいのか悪いのかってことも考えますけどもそうじて言えば今回皆さんはこういった1億円のヒントが街中にあることそれに気づいてるかなとサンタクロースを見たりとかナイトライダーを見たりとかそれからタイガーマスクを見たりとかするたんびにあこういう風にやったら中身が入れ替わってもずっと一つの個性が維持されるんだなとアニメを見る時でもねアニメをボーっと見るんじゃなくてこの声優さんがこっちの声優さんだったらどうなるだろうとかね 北斗の剣っていケンシロウはあのいろんな方がね、えー、主人公の声ケンシロウの声をやってますけどもそれぞれに味があるんですよね本当にね、比較し難いようなものがあります。あ、ちなみに余談ですけどもジャッキー・チェーンは石丸ひろやさん以外はちょっと考えられないですよね <laughs> そんなことをね申し上げながら「1億円の気づき」というテーマで今回お話ししました。